はい、こちら星ピン料理場さんの紅白、2歳3サイズが40センチです。お願いします。はい、新潟星ピン料理場さんの紅白です。現在 39.5、まあ、40センチですね。40センチジャストです。まあ本当のこと言うと全日本の40分赤鯉総合狙いで、買い込んでいた鯉なんですけども、現在もジャスト40センチですので、1月末の全日本ではちょっと40センチで、運ぶ自信がありませんので、まあ今回この企画組織に出品しました。まあ、この企画っていうのは40センチが一番上とあとそれ以上になりますので、他の生産者さんからも鯉が出てきますけども、なんとかこの小の部でチャンスがないかなと思って出品しました。まあいろいろ鯉がいますのでどれがか分かりませんけども期待しております。この鯉はですね、本当に国際幼魚品評会36部があればもしかしたらなっていうような鯉であったものですから、まあもちろん大きくしても楽しめるそうな、そんな 一匹なんですけども、締めて40部で飼ってましたがちょっと伸びすぎてしまったかなというような、そんなイメージの紅白です。はい、色も赤く肌もよく抜けておりますね。もうよく出来上がっております。ここの切れ込みなども非常に出来上がってるんじゃないでしょうか。じゃあ掴んでいきますね。まず横を見ていただくと1、2、3、4、6段ちょうど側線あたりまで綺麗に整っております。こちらも4段ですね。そしてお腹の方は綺麗です。追い干しもなくですね、結構ふっくらしているのでまだちょっとオスメス不明なんですけども、ザラザラではないです。丸みを帯びてます。でも親骨も細いのでもしかしたらメスなのかなっていうようなイメージはございます。非常にここのこういった模様って難しいんですけども、刺しから際までしっかりしてますし、際も結構丸染めになってますからね、結構しっかりしてるのかなと思います。おそらく映像よりかも赤い鯉ですし肌も白い鯉ですので、大変よく仕上がってますのでね、楽しめそうなそんな一匹です。また背びれの方までも赤も乗ってませんのでね、本当に綺麗な複雑な模様なんですけども綺麗に出来上がってます。はい、最後アップしたいと思います。非常に切り込みのある派手な、なかなかお目にかかれないようなそんな紅白だと思っております。どうだでしょうか。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、Thank you.